別なるデブモーターズ内原です。よろしくお願いします。登場いただきました久保選手です。不滅なるハゲ久保凛太郎です。よいしょちょっとね、先ほどの新井選手から不滅なるがちょっとね、どんどん浸透してもらってます。いいなと思って。とんでもないです。久保さんに、ご紹介いただくのが、この話題沸騰中、GR ヤリスですね。はい、パリコ、これはもうすでに競技で使っていらっしゃるような車両なんでしょうか。いや、ですね、ここはですね、茨城県にあります GR ガレージ水戸インターさんの、完全な試乗車です。試乗車で今日の収録にいらっしゃったと、なるほどですね。じゃあね、あの車の詳細の部分というより言いますかは、あの久保選手から見た、GR ヤリスぶっちゃけどうなのみたいなのをちょっと今日聞いていきたいと思いますんでね、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずこの車に施されている、今日のカスタムっていうのを、ざっくり、あのお話しいただいてもよろしいですか。足に関して言うと本当ノーマルなんですけど、レイズの T37 に、競技用のタイヤが入ってまして、これはこの、GR ガレージ水戸インターから全日本ジムカーナーに出てる選手に、ヤリス用のタイヤを貸してくれと言って、なるほど、今回お借りしてきた仕様ですね。そういうことでございますね。あとは、マフラーがガナドールさんのマフラーが入ってます。じゃあリアの方に回ってみましょうか。はいですね、こちらがガナドールさんのマフラーが今回、この撮影に向けて、入れてきたものですね。あ、なるほどですね。いい焼き色で。そうなんですよ、はい、もう新品の状態でこの色が入ってるので、もう、お客さんが買ったすぐもうこの色が、なるほどなるほどなるほど、いい色が入ってますね。どうですか、あのガナドールさんということであれば、もちろん車検は対応のものですよね。もちろんです、はい、サウンド的にはどうですか。エンジンかけた時から結構重低音な感じが響くんですよ、で、あのマフラー変えるとよくあるのはアイドリングちょっと結構いい音するけど、回していくとちょっと音減ってっちゃうみたいな車も時々あるかと思うんですけど、あの高速空気まで本当どっちかというとちょっとこう重低音めなドロドロドロっとした音がずっと続くので、あ、そうなんですね。そうなんですよ。でちょっと耳澄ますと、ピチュチュチュみたいなこのターボの、タービンが回ってる音まで聞こえてくるの で、はい、結構あの、今日高速道路も実際走ってきましたけど、持ってて楽しい、音も楽しい。なるほどなるほど。グラビアアイドルの村上リーナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回佐野さんからのお題で、峠でお酒、今こちらについてる、あらお酒一体何歩行くのかっていうのを今回のバズる動画とさせていただいてます。わかりました。頑張って揺らしたいと思います。頑張って揺らしたいと思います。ではシートベルトだけお願いします。はい、うわ、もう手汗がちょっと頑張ります。頑張って揺らします。揺らします。すげえな。行ってきます。掴むところはここです、ここしかない。ここしかない。あともう一個ここなんですよ。ああ、こう。いいですか。行ってきます。はい。頑張れ揺らして
頑張れ。大丈夫？揺れた？揺れなかった？考えてられた。もう涙出るくらい。何回行ってますか？何回行ってる？何回？163回です。163回、163揺れ揺れでした。揺れ揺れ。大丈夫？ありがとうございます。大丈夫です。息ができない。ありがとうございました。ありがとうございました。改めてですね、はい、GR ガレージ水戸インター店さんとの、はい、まあタッグを組まれて、はい、まあ、いろんなことに取り組まれているというふうに聞いてるんですけど、具体的にどんな競技にエントリーされていらっしゃるんでしょうか？今は、メインとしてはスーパー耐久の、ST4 クラスにまずは86 で、はい、これは去年のチャンピオンです。なるほど、はい。で今年は、今年デビューしたスープラの GT4 を使って、はい、STZ クラスにまずは S 帯は2台体制で出ています、うん、はい。あとは、FIAF4 だったり、はい、全日本ジムカーナだったり、あとは 86BRZ のワンメイクレースには、はい、クラブマンシリーズからプロクラスまで全て車が出ていますし、レースが大好きな、はい、お店ですので、ぜひ、車好きの方は遊びに来ていただけたらなと思います。はい、モータースポーツに熱心なだけでなく正規ディーラーさんということも、ね、かなり安心なポイントですよね。そうですね、そうですね、もちろんですね。はい、チューニングからの相談から、全てやってますので、遊びに来ていただきたいですし、あと試乗車もたくさんご用意してますので、はい、例えば去年一昨年ですかね、スープラ出たのは。ほうほう、あ、そうですね、はい、GR スープラとあと兄弟車と呼ばれる、はい、BMW の Z4 どちらもご用意して、はい、なるほど。多分日本で唯一だと思うんですけど乗り比べができる。あ、それはちょっとユーザーとしては気になるところじゃないですか。結構どうなんですかみたいなご質問いただくんですけど、もううちは用意してますからぜひ来て乗りたいと言っていただければその場で乗り比べができますので、はい、なるほどなるほど。遊びに来ていただけたらと思います。ぜひぜひお願いします、はい。では最後にですね、久保選手から、はい、今話題の GR ヤリス、はいはい、もうぶっちゃけ今の状態はどんな感じのこう評価をされますでしょうか？そうですね、この、まあ、車格、まずは結構小さい車格でこのパワーっていうのは今まで日本車にはなかった。すごく乗っててワクワクしますね。本当に乗っててちょっとこれ本当に国産車かなと思うぐらい、うん、本当に完成度が高くて。なるほどですね、まあ、これはもう乗ったらすぐ分かるんじゃないかなと思いますので、ね、はい、そうですね、ぜひ気になる方は GR ガレージ水戸インター店の方へよろしくお願いします、お邪魔されていただければと思います。はい、久保選手本日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、遊戯阪神ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。